京成 A、e、型電車、初代。京成 A、e、型電車。京成 A、e、型電車は、京成電鉄に在籍していた、特急系電車。1972年、昭和47年3月から1978年、昭和53年11月の間に6両編成7本、計42両が製造され、1973年、昭和48年から1993年、 平成5年までスカイライナーなどの有料特別急行列車専用車両として運行されていた。第17回1974年鉄道ともの会ブルーリボン賞受賞。京成電鉄での正式形式故障は AE 車であるが、本校では AE 型と表記する。この形式名はエアポートエクスプレスの頭文字 AE をそのまま形式としたもので、後に 原点回帰の思いを込めて2010年に運用を開始した新型スカイライナー用車両にも与えられている。ただし2代目の正式形式名は本形式とは異なり AE 型である。1973年春に予定されていた新東京国際空港、成田空港、現成田国際空港の開港に合わせ、 日本初の空港連絡特急専用車両として1972年に6両、5編成30両が、東急車両製造並びに、日本車両製造で、その後新東京国際空港開港前の1977年に6両、1編成と開港後の1978年に6両、1編成が、東急車両で、それぞれ製造された。 1966年の閣議決定による新東京国際空港の建設計画指導以来、東京都心から約 70km 離れた道港と都心部を結ぶ交通機関について、日本国政府の基本方針は道路交通を主軸に据え、新空港自動車道、現東関東自動車道を建設、これを利用してリムジンバスを運行し、鉄道は日本国有鉄道、 国鉄が建設を計画していた成田新幹線を基本に国鉄成田線を補助的に併用することで守備一貫していた。この時点で国鉄成田線と同様に都心から成田市までを結ぶ季節鉄道線として京成上野と京成成田を結ぶ京成電鉄本線が存在していた。だが道線はもともと軌道条例に基づく特許によって 建設されたもので、線形が良好とは言い難く、また対比線などの各市上設備も十分とは言い難い状況にあった。そのため、日本国政府の当初計画では新空港にアクセスするための交通機関として、京成電鉄の存在が考慮されることは、ほとんどなかった。そこで、京成電鉄は、自社営業圏内で旅客需要増を期待できる、この後期に、 自己資本での京成成田から新空港までの延長線建設と専用車両による空港特別急行列車の運転を計画することとした。だが、空港の建設主体である新東京国際空港公団、現成田国際空港株式会社は、こうした京成電鉄の路線建設計画に対して極めて冷淡に対応した。空港ターミナルビル、現 第一ターミナルビル地下の最も利便性の高い地点を成田新幹線の駅施設、仮称 A 駅に割り当てる一方で、京成電鉄による同ビル地下への乗り入れ要望は却下したのある。このため、京成電鉄は事前の策として建設計画にあった第一、第二の2つのターミナルビルの中間にあたる地点の地下に成田空港駅、現東成田駅を建設、 1> 約 1km 離れた空港ターミナルビルビとの連絡を路線バスによって行うこととした。このように、京成電鉄にとって逆風が吹き荒れる状況であったが、同社は自社線で運行する空港特急について、京成上野成田空港間を60分で走行することを市場課題の一つに掲げ、計画を積極的に推進した。当時の京成本線は、 その各所に軌道由来の急カーブが点在し、最高速度の引き上げは難しかった。新空港延長線建設直前の段階で、京成電鉄本線における速達列車による最速記録は、1五十一年に実施された河川電圧の直流線五百ボルトへの昇圧後、京成上の京成成田間六十一点二キロメートルを結んでいた特急海運号による、 ノンストップ60分運転であった。だが、新空港開港後の路線長は、京成成田成田空港間の営業キロ数 7.1km が加算されることから、京成上の成田空港間を所要60分で結ぶには、少なく見積もっても当時の特急ダイヤから、さらに1割の所要時間短縮が必要であった。そこで、京成電鉄技術陣は、 所要時間短縮策として、曲線通過速度について、制限速度を最大限に活用する手段を選択した。車両の制御機に低速度運転機能を付与することで、制限速度上限ギリギリの速度での効率的な運転を可能としたのである。また一方で、空港特急運転区間の曲線部分について、用地の許す限り曲線を改良して、 曲線通過速度そのものを引き上げ、さらに関東を可能な限り打ち上げることで、急曲線を高速運転する際に乗客に与えられる過大な遠心力を操作、乗り心地の改善を図る策が講じられた。また運行面でも、所要時間短縮のために、京成成田駅を通過し、京成上野成田空港間をノンストップ運行するという、 成田山新勝寺への三景客輸送を創業目的とした京成電鉄の歴史からすれば思い切った決断が行われた。京成電鉄の独自プロジェクトとしてスタートした空港特急計画であったが成田新幹線が寄港した1971年頃から周囲の状況が急変し始めた。当初、東京成田空港間6 5トルの区間を 約30分で結ぶ計画で、日本国政府が新空港連絡鉄道の本命とみなしていた成田新幹線は、気候にこそこぎつけたものの、沿線住民の建設反対運動などにより、その建設計画の実現見通しが全く立たない状況に追い込まれた。さらに道路交通も、新空港自動車道と接続する京王道路、首都高速道路の渋滞で、 リムジンバスの定時性確保が問題視されるようになった。つまり、飛行後の情勢の変化によって、当初日本国政府が計画、期待していた各種アクセス用交通機関の実現や運用が困難となったことで、その大対策が必要となり、当初全く帰り見ることさえしていなかった。日本国政府や沿線自治体などが、まさに手のひらを返したように、京成電鉄の計画に、 期待や関心を示すようになり、同社に対して様々な要請が行われるようになったである。かくして周囲の状況が急速に変化する中で、本形式は新東京国際空港の開港スケジュールに間に合うように設計、製造が実施された。当初の計画では1973年の空港開業時に6両編成5本が必要とされたため、 以下の後編成が新造された。編成は両端に制御車 TC を置き、その間に2ユニット4両の中間電動車 M を挿入する 4M2T 編成である。その後、後日の事情から新東京国際空港の開港は遅れたが1978年5月の開港に備えることや運用本数を1972年当時の計画より多くしたために、 1977年12月に第6編成が制作された。さらに予備車確保のため、開港後の1978年10月に第7編成が制作され、最終的には6両編成7本が在籍することになった。各編成の車両連結順序は以下の通り、なお、中間電動車は M1 と M2 の2種各1両ずつで、 電気的なユニットを組み、将来最大で重量編成とすることを前提に、車両番号下1桁4.56.7は、欠番とされた。形成電鉄標準の18メートル急前、溶接構造構成車体を備える。運転台部は、区の事情に傾斜角のついた流線型で、側窓は、服装ガラスによる固定窓、 着用扉は 750mm 幅の2枚売り戸を各社各側面に1箇所ずつ設置する。日本国外からの国品の利用を想定し、先頭車には防弾ガラスが採用された。計画初期のデザインは空港特急にふさわしい速さのイメージということから、航空機をイメージした流線型で、運転台もコックピットを模したものとされていたが、 その後現実的な検討が重ねられたデザインへと変化した。創価に相性表示器、下部に形成電鉄としては初採用となるステンレス製の配称機、スカートを設置する。車体塗装は1600系の特急時代を彷彿させるクリームとマルーンのシックなツートンカラーとなり、塗り分けは窓周りと幕板上部、それに車体裾部をマルーン。 コシータブなどをクリームとしている。冷房装置は分散式の三菱電機 CU-15 あるいは CU-15A。いずれも冷凍能力8 5 0 0カロリー h を各社3機ずつ屋根状に搭載する。室内は仕切り面をチーク木目、側面をイエロークリームのチェック柄のデコラとし、天井は平ら天井構造。 スポットタイプの冷房吹き出口を備える。座席は転換クロスシートで、表地はレザー生地と全体的に落ち着いた雰囲気となっている。なお、床と座席については配色が担当メーカーごとに異なり、東急車両製造性が青色系、日本車両製造性が茶色系となっている。海運号用特急車と同様に、トイレ、 洗面所を設置するが、所要時間60分と比較的短距離の運行であることから、設置は車両番号か1桁が3となる、中間電動車の形成上のより車端部に1カ所のと、されている。車内放送には、テープ式の自動放送装置が採用された。電動車は2両単位で機器を、集約分散搭載する、ユニット方式、MM 方式を採用しており、 ユニットを構成する電動車2両のうち田、空港寄りの車両を M1、京成上野寄りの車両を M2 特別する。京成電鉄では、初採用となる、堺自直波制御機能を備えた電動カム軸、制御機である東洋電気製造 ES-766A-M-AcfH8140 から766。 AM あるいは ES-766A1M アクフ h 8百4 0から 766A1M を M1 に搭載する。抵抗制御段の回路構成は並列制御のみで、自家並列、直列制御段を備えていない。この制御機は境地直波制御機による、副管電動機の分巻機械自制御と、回生ブレーキ機能の併用により、 時速 50km 以上の速度では、主観制御機のノッチで指示する任意の速度を保ったまま、走行可能な低走行機能を備える。これにより、乗務員は曲線区間での煩雑な立行、制動操作から解放され、また乗務員の立行タイミング遅れによるタイムロスの削減が実現された。なお、 本形式の改正ブレーキは3600型などの以後制作された通勤者と比較してその打ち切り速度が高く時速 45km で改正執行となる。また時速 55km 以下から制動した際も同じである。このため本形式はそれ以下の速度域では空気ブレーキを常用することとなるが停車駅数が少ない特急に充当されるため実際には 時速 45km 以下の速度域を使用する機械は少なく、特急車時代を通じて特に問題となることなく、終わっている。運転台は、主管制御機にワンハンドル式を採用し、指令のチは、ON、軌道と 50K、並列低速制御、それに 50K から 115K の無段階である。また、低速走行用の速度指令系を搭載している。 主電動機は堺磁直波制御車であるため、直流複管整流子式電動機である東洋、電気製造 TDK8500A、1時間定格出力 140kW を各電動車の拡大車に2機ずつ、計4機搭載する。波数比は84、16で、駆動装置は WN ドライブ、起動加速度は時速 2.5km、S。 設定最高速度は時速 115km、営業運転最高速度時速 105km である。台車は平行に配置された2枚の板バネを軸箱の案内に使用する S 型民電台車であり、ダイレクトマウント空気バネ台車でもある、住友金属工業 FS383、電動車用、FS083、制御車用を装着る。台車枠は 1> 第1、第5編成までのものは一体中構成で、あるが、第6、第7編成のものについては3500系の FS389、FSA89 と同様に、後半プレス材溶接組み立て構造に変更されている。ただし、形式には変更はない。基礎ブレーキ装置は、電動車用の FS383 が、両、抱き式の踏み面ブレーキ、 制御車用の FS083 が車輪間にローターを設けたディスクブレーキである。空気ブレーキは全電気指令式を形成電鉄として初採用し、電動車が回生ブレーキ連動型の三菱電機 MBSR、制御車は回生ブレーキ連動機能のない三菱電機 MBS で、いずれも常用5段非常の6段構成となっている。なお、 この電気指令式ブレーキとは別に、保安ブレーキとして、直通予備ブレーキが別系統で引き通されている。M122 基ずつ東洋電気製造 PT-4804、下枠交差式パンタグラフを搭載する。空気圧縮機、CP は、M2 に大容量2段圧縮タイプの C-2000M を搭載する。冷房装置などのサービス機器電源である、電動発電機。 MG は TC に容量119羽の東芝 CLG-350C を搭載する。本形式は登場当初から様々な社会情勢の変化に翻弄されたことで知られる。スカイライナーという空港特急の名称、並びに AE 型車両の愛称は公募により1972年には決定していたものの、 1973年春に供用開始を予定していた新東京国際空港は地元住民の反対運動や過激派の三ズ塚闘争から開港が延期された。本形式も落成した後の1973年2月から新選区間で試運転を開始したものの新選区間の橋梁に次元爆弾が仕掛けられたために支店も中止となり、 1> 約1年半ほど雨ざらしの浮き目にあった。1973年12月30日から、相性表示期に特急を消出して、京成上の京成成田間のノンストップ特急として、暫定的についた往復、翌1974年12月16日からは、増発されて3往復運行されるようになる。この暫定については、当時の運輸省がなかなか認めず、 当時の運輸部運転課長であった藤井浩二ら京成電鉄関係者が自らの急上を訴えてようやく認められたものである。その後、開港が1978年3月30日と内閣総理大臣福田武雄が決定し、再び新選区間での試運転を開始したが、3月26日に関西党選挙事件により開港は延期。さらに、 空港開港直前の同年5月5日未明、建設に反対する過激派によって、京成スカイライナー放火事件が発生。総合車庫に留置中の第3編成が被災し、その中でも AE29 は全焼した。このため、当時東急車用製造で第7編成用として、製作中だった車対抗体を急遽転用、二代目 AE29 として復旧させた。 なお、この際には、第三編成の他社も、被害を受けたが、これらは、被害の程度が軽く、そのまま復旧された。1978年5月20日、新東京国際空港は、予定より、約6年遅れて開港。本形式は、開港翌日より、本来の有料空港特急、スカイライナーとして、運用を開始した。しかし、 東京シティアターミナルで搭乗手続きが可能な上に乗り換えもないリムジンバスに対して成田空港駅から路線バスに乗り換える必要のあるスカイライナーの乗車率は低迷。スカイライナーはどれもガラガラと言われるありさまであった。1978年に荷物置き場を拡大、これに伴い各社4席分を撤去したため定員が減少した。 シート生地もレザーからモケットに変更された。1983年昭和58年10月1日のダイヤ改正で不審のスカイライナーは厳便を強いられ上り列車については日暮里停車が開始された。この際イメージアップのために1983年9月の第7編成から車体塗装をグローバルホワイトにフューチャーブルーとヒューマンレッドの ストライプを入れたものに順次変更開始した。この作業は1984年、昭和59年10月に第4編成を最後に完了した。この塗装変更完了直後の1984年12月1日から、有国以降の下り列車については、停車駅を増やして、特急料金を下げた通勤、ライナー、イブニングライナーとして運行を開始し、翌1985年、 昭和60年10月19日から朝の上りに同様のモーニングライナーの運行を開始した。1986年には3号車に NTT 公衆電話を設置した。1987年前後にワイパーの構造を情報軸タイプから下方軸タイプに変更した。1988年2月から1989年1月にかけて、 座席を自動転換装置付きのリクライニング式、回転クロスシートに変更した。座席表時は、ブルーチにグリーンレッドのライン入りの斬新なものになった。1985年の時点では、1990年代、初頭に、車体更新を実施する計画も存在していたが、空港ターミナルビル直下、現、成田空港駅への乗り入れや、それに伴う、後継車両、 現在の A100、e、系を申請するとが1987年度内に具体化したため取り留めになった。1991年3月の空港ターミナルビル直下乗り入れ開始に備え、スカイライナーは1990年7月7日からは全列車を8両編成で運用することになった。運用数は変わらず必要編成数は7本のままであったため、不足する編成を補うため、 1990年6月に、新型特急車である AE100 系8両編成2本を、申請、同年6月中旬から7月末にかけて、本形式を6両固定性7本から8両固定編成5本へと、組み替えることにした。本形式の蘇生変更作業が実施されつつあった、過渡期には、6両編成と8両編成が混用される、ため、特別ダイヤも組まれた。 蘇生変更は、第3、第4編成を解体、中間電動車に医療ユニットを、他の4編成に1ユニットずつ挿入し、不足する2両については、第4編成の制御車であった AE31、AE40 を、大英車両において、中間電動車である AE64、M1、e、AE65、M2 に改造、これらを残る、第7編成に挿入した。 AE31AE40 の改造内容は、次の通り、蘇生変更後の編成は、下記の通りである。なお、AE28AE38AE48AE58 は、パンタグラフを撤去した。なお、この蘇生変更で余剰になった、e、AE21AE30 の2両は、1990年6月26日付で、除石、解体処分となっている。 AE100 型は1991年度以降も順次申請されることになり、1993年夏までに AE 型は運用離脱することになった。1991年度は、下記の空港輸送繁忙期前に AE100 系第3、第4編成を申請。同年7月に本形式第1編成、10月に第6編成が運用離脱した。 この時点で、スカイライナーは、半数以上が、AE100 型に置き換わった。なお、運用離脱した各編成は、東成田駅、旧成田空港駅の、スカイライナー発着ホームに断留地された後、総合車両基地に移動している。1992年度は、下記の空港輸送販売期前に、AE100 系、第5、第6編成を申請。同年7月末に、 本形式、第2編成、第5編成がそれぞれ運用離脱した。この時点で本形式は、第7編成一本のみとなり、終日 A100、e、型のみでの運用が可能になった。本形式第7編成は、予備者扱いとなり、A100、e、系のうち1編成が、検査等で終日入庫になった人に代償として、機運用に入ることが多かった。 1993年3月末から4月下旬にかけて AE100 系第4編成が重要部検査に入った際はほぼ毎日のように運用入りしていたが同編成の出場直後は再び予備車扱いとなった。1993年度は5月下旬に AE100 系第7編成が運用を開始。5月21日をもって定期運転から外れ。 6月27日に本形式第7編成を用いて特設ダイヤによるさよなら運転が実施され、これをもって本形式は全車運用離脱した。運用離脱後、総合車両基地で保留となっていた AE61 は保存が決定して解体を免れた。1997年2月以降、同車両基地に設けられた展示スペースに200系。 新形成電鉄200型から、塗装復元野球300型と共に、生体保存されている。塗装は運用離脱当時のままとなっているが、台車は後述の3400型へ流用したため、1993年3月に廃車となった、q 3 0 5 0系3 0 5 1で使用された、汽車製造系 s -116 を塗装している。 運用離脱した AE 型の足回りを流用して、1993年に通勤者3400型が登場した。書類上は3400型に階板の上改造とされたため AE 型の廃車とはなっていない。なお、車体は AE61 を除いて解体された。詳細は、京成3400軽電車を参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。